しずくちゃん、そんなことを考えてたんだね。うん、どこに行ってもしずくちゃんは仲間だもん。あなたらしいね。私もしずくちゃんのこと応援するよ。うん、そうだね。かすみちゃんはしずくちゃんと仲が良かったし、ショックも大きいのかな。二人が落ち込んじゃうのは仕方ないかも。だってやっぱり寂しいものは寂しいもん。でも私たちは同好会で頑張るって決めたんだから頑張らないと。二人のフォローは私たちもするよ。だからあなた一人で悩まないで。そうかな。いつまでもあなたに頼りきりじゃないよってところを見せられた。私たちいつもあなたに支えてもらってるけど、私たちだってあなたを支えたいって思ってることを忘れないでね。出た、あなたのスクールアイドル愛。もうあなたのスクールアイドル好きは筋金入りだね。悔しいっていう気持ちは少しもないの？確かにスクールアイドル部はすごいのかもしれない。でも私は同好会があなたが負けてるだなんて思わないよ。私はあなたのそばで同好会のみんなとスクールアイドルとして成長してみせるから。だからよそ見なんかしないでちゃんと見ててね。じゃあ私たちもしずくちゃんに負けないように頑張ってあなたを驚かせなきゃね。アイドル部に移籍する気持ちが固まっていたとはいえ、言うタイミングをもう少し考えるべきだったのかな。ゲリラライブのことでみんな落ち込んでたのに、どうしてあのタイミングで行っちゃったんだろう。でも言わずにはいられなかった。かすみさんのあのライブを見たら、先輩とかすみさんの何かを分かり合ってる姿を見たら、なんだかものすごく焦っちゃった。もう考えても仕方ない。愛さんに連絡しよう。はいはい、どうしたん？しずく、愛さん、夜分にすみません。実はお話ししたいことがありまして。そっか、そんなことがあったんだね。急な話で本当に申し訳ないのですが。ううん、全然いいよ。ランジュには愛さんから話しとくし、明日の放課後部室に来てよ。みんな大歓迎だよ。ありがとうございます。でもさ、しずくの気持ちはあの子だけじゃなくて、みんなにちゃんと分かってもらった方がいいと思うな。はい、それは分かっているのですが。まあ愛さんだって人のこと言えないけどね。急には無理だけどさ、やっぱスクールアイドル愛を持つ者としてみんな仲良しでいたいよね。そうですね。ほらほら、落ち込まない。しずくはパワーアップしたくて部に来るんでしょ？こっち来たら毎日厳しいよ。そんなにですか？
その道のプロがみっちり仕込んでくれるからね。愛さんも毎日ヘトヘトだよ。でもだからこそ充実してる。こういうやり方だってありだよ。愛さん、だから雫、安心して飛び込んでこーい。はい、明日からよろしくお願いします。うんうん、今夜はたっぷり寝て明日に備えておくんだぞ。じゃあおやすみ。スクールアイドル部、楽しみになってきたな。きっと部でしか得られないものもあるはず。頑張ろう。私は部に行くの。昨日怒っちゃったけど、口が滑っただけなら許してあげるって言ってるの。あんなとこ行ったってしずこなんかヘッポコのままだよ。あのタイミングで言い出したのは私が悪いけど、軽い気持ちで決めたことじゃないの。そんな風に言わなくてもいいでしょ。だって本当のことだもん。しずこが変なこと言い出すから、かすみん昨日からずっと頭痛が痛いんだから。頭痛が痛いなんて日本語ないから、頭痛がするでしょ。かすみさんが言ってるのは天井を見上げると同じくらいありえない間違いだからね。え、それのどこが間違ってるの。合ってるじゃん。もうこの間原告の小テスト用の対策でやったとこだよ。二人が喧嘩してるの嫌だ。お願い、早く止めて。大丈夫じゃないよ、りなちゃんボードぐるぐる。正確には天井を見るだよ。天井を見る時点で視線は上を向いてるんだから見上げなくていい。これはよくある引っ掛け問題だって言ったでしょ。あ、聞いたそれ。もう、小テスト大丈夫だったの？それは、平気だよ。絶対平気じゃないでしょ。また特訓するからね。やだ、しずこ厳しいもん。あれ？いつも通り？なんで？うん、昨日はかりんさんも一緒だった。そうなのかな？頑張る。あれれー、しずこってばお茶？かすみんはいちご牛乳だけど、最強スクールアイドルとしては普段からイメージを大切にしなきゃだし。私が何を飲もうと勝手でしょ。落ち着いて二人とも。みなちゃんボード、あわわ。あ、先輩、ちょうどいいところに来てくれました。これから最強スクールアイドルかすみん VS ポンポコリンしずこの勝負が始まるんで、ジャッジ役やってください。
すみさん、いきなり先輩を困らせるようなこと言っちゃダメだよ。しずこってば、戦いもしないで逃げちゃうの？その程度だからスクールアイドル部なんかに行くんだよ。逃げる？私は逃げたりなんかしない。先輩はジャッジしてください。見守るの難しい。この学食で誰からも恐れられるからし10倍ホットドッグを早く食べきった方が勝ちね。食べ物で遊ぶのはダメだよ。そっか。じゃあお弁当早食いは？せっかく作ってもらったお弁当をそんな風に食べていいの？ダメだよね。じゃあね。二人とも、とりあえずお昼は普通に食べよう。せっかくかすみの無敵さをしずこに見せてやるチャンスだったのに。無敵のかすみさん、小テストはどうだったの？原告はあれだったけど、古典の方はしずこに教えてもらったやつできたもん。そうなの？しずこがしてくれたお話、わかりやすかったし面白かったから覚えられた。そうなんだ。わからない。二人の関係、私には難しすぎる。りなちゃんボードぐるぐる。今日からお世話になります、大阪しずくです。よろしくお願いします。やっと来てくれたのね、しずく。歓迎するわ。ナンジュって結構情熱的でしょ？アイさんたちが来た時も同じことされたよ。熱いハグだったわね。そうだったんですね。そう緊張しなくてもいいのよ。ナンジュの元なら、雫はスクールアイドルとして確実に成長できるわ。ボーマンタイラ。はい。しずく、改めてよろ。しずくちゃんが来てくれるなんて嬉しいわ。これから一緒に頑張りましょう。はい、こちらこそ、またご一緒できて嬉しいです。よろしくお願いします。しずくさん、同好会の方は？部に移ることを、あの人はなんと。私がそう決めたなら応援するって言ってくれたよ。そうですか。しおりこさん、私が移ってきたこと歓迎できない？いえ、決してそういうわけでは。私ね、ここで改めて自分のスタイルを見つめ直したいんだ。しずくさんがですか？うん、かすみさんのライブを見て思ったの。悔しいけど、今の私じゃかすみさんと同じところに行けないって。何をどうしたらいいのかはまだ考え中だけど、とにかくこのままじゃダメ。そのために環境を変えたかったの。ランジュさんみたいな圧倒的な存在から学べば私も成長できると思って。確かに、しずくさんの適性を考えればここのスタイルは誰よりも合っていると言えますが。ん？あ、いえ、何でもないです。しおりこはしずくったらすっかりランジュの虜ねって言ったのよ、多分。ランジュは口を挟まないでください。なーに、しおりこってば嫉妬？ではないです。
私とランジュはずっと前からの友達ですから、どちらに対しても嫉妬なんてするはずがありませんよ。失礼しました、しずくさん。しずくさんの考えは分かりました。水を差すようなことを言ってすみません。私もしずくさんとご一緒できるのは嬉しいです。改めてよろしくお願いします。こちらこそ。じゃあ早速練習する？それとも今日はやめとく？やります。そのためにここへ来たんですから。わかったわ。驚かないでね、しずくちゃん。すっかり息が上がってるわね。何もかも同好会とは違いすぎます。アイさんもカリンもシオッティも最初はしずくと同じだったよ。ずーほー言ってたもんね。ちょっとバラさないでよ。プロの考えた練習メニューってすごいですね。そう、これくらい普通でしょ。もうまたえら、ランジュが見込んだあなたたちならすぐにできるわよ。しずくさん、ドリンクをどうぞ。ありがとう。昔からランジュのやることには隙がないんです。ついていくのが大変なんですよ。でも今は3人ともこれが普通なんだよね。そうね、1週間もすれば慣れるわよ。カリンさんもアイさんもしおりこさんも以前とはまるでクオリティが違います。私もそうなれるでしょうか。私だって今まで遊んできたわけではないのに、ついていくだけで精一杯です。スクールアイドル同好会から来たのって君？はい、大阪雫と申します。ミア・テイラーさんですよね。よろしくお願いします。挨拶はいい。さっきでっかい声でやってたじゃん。聞こえた？はい。声量あるんだね。声も悪くない。何オクターブ出る？え？すみません、ちょっとそれはわからないです。は？自分の音域を知らないなんて、シット、ありえないんだけど。すみません。はあ、まあいいよ、後で調べよう。作曲ルームから出てくるなんて珍しいわね、ミア。新人を見に来ただけ。僕の作った曲を歌うレベルかどうか確かめなきゃ。で、お眼鏡にかなったかしら？最低レベルは超えてるかな。まあ、僕の曲を歌うにはまだまだ足りないね。精進します。頑張って。じゃあ、話は済んだから戻るよ。グッバイ。よかったわね、とりあえず合格らしいわよ。まあ、しずくは、このランジュが見込んだ相手なんだから、当然だけどね。それで、ランジュのスクールアイドル部はどうかしら？すごいの一言につきます。すべてが合理的で、無駄のない完璧な部だと思います。それはそうでしょ。この私が作った部なんだもの。あなた素直ね。好きよ。今から、ランジュのパフォーマンスを見せてあげるわ。はい、よろしくお願いします。行くわよ。どうだった？遠慮なく称えていいのよ。はい、完璧でした。すごいです。感動しました。
これがランジよ。雫も頑張るといいわ。あなたのソロもあるかもしれないんだから。そうなんですか？全ては曲次第なの。部のステージはこの曲を一番的確に表現できるのは誰かということで決まるのよ。私の追い求めているスタイルはこれなのかもしれません。今日からそばでいろいろと学ばせてください。気に入ったわ、しずく。私についてくるなら全てを与えてあげる。これで私たち親友ね。へえ、二次学の学食ってコンパクトなのね。ニハ、それって何？え、これが？ずいぶん貧相なのね。二三品足りないんじゃない？って、そんなことどうでもいいわ。ねえ、うちの雫、最近すごく伸びてるのよ。男女の親友だから当然だけど。愛だってカリンだってしおりこだってみんなすごい成長スピードよ。最新の設備と最新のメニュー、それにこのランジュがいるんだからね。もっと他にないの？そうじゃなくて。お待たせしました。すみません、カウンターが混んでいて。あれ？ランジュさん？何しに来たんですか？先輩をいじめたらカスミンが許しませんからね。おお、しずくちゃん元気？しずくは絶好調よ。せつな、かすみ、かなたも一度部に来るといいわ。来たら帰りたくなくなっちゃうわよ。カスミン絶対行きません。先輩と一緒がいいもん。はあ、そういう顔も可愛いのね、カスミ。嬉しくないもん。とりあえず立ったままもなんだし、座らない？アユム、エマ、リーナ、あなたたちも見学に来なさいよ。ランジュの作った完璧な環境を見せたいわ。私はその、私たち秘密の相談で忙しいから。秘密の相談って何？ランジュにも教えなさい。あら、珍しい光景ね。スクールアイドル部に勧誘？そうよ、みんなにとってこれはチャンスでしょ。だってこのランジュと一緒に活動できるんだからね。すごい自信だな。なんかちょっとそういうとこは羨ましいかも。かなた、ランジュのことはちょっとじゃなくてものすごく羨ましがっていいのよ。じゃあ羨ましい。これでランジとカナタは親友ね。パフォーマンス通りパワフルな方ですね。そうなのよ、ここまで来るともういっそ気持ちいいくらい。まあランジの場合言うだけの実力があるからね。ここでみんながランジュの元に揃ったのも何かの縁だわ。今日こそはランジュが特別に用意したランチビュッフェに招待してあげる。私も、みんなももう買っちゃったよね。食べないともったいない。残念。ねえ、ランジュのビュッフェいつでも来ていいからね。お腹いっぱいにならなかったら来ていいわよ。明日でもいいから。しずくさん、何か不自由していることはありませんか？不自由だなんて、
ここには何でも揃ってるから、まだ使いこなせてないくらいだよ。そうですか。何かあれば遠慮なく声をかけてくださいね。うん、ありがとう。ああ、内緒話ずるい。内緒話ではありませんよ。不自由はないか聞いていたんです。ここにそんなものあるわけないわよね。これだけの環境が揃ってるんだから。そうでしょそうでしょ、男児が揃えたんだから、ここ以上に優れた環境なんかあるわけないわ。でも優れてるのは環境だけ？目の前に完璧なパフォーマーがいるのが見えないのかしら。もちろん男児さんも完璧です。火の打ち所がないパフォーマンスです。やっぱり雫は分かってるわね。と、しおり子に用事があるんだった。次のライブの許可証を出してちょうだい。あ、そうでしたね。では生徒会室で。ライブの許可証。あのカリンさん、アイさん、同好会のライブ禁止のことなんですが。しずくちゃんの言いたいこと分かってるわ。ランジュにも言ってるんだけど。ええ、ランジュはみんなのためにも部に来るのが一番だって本当に思ってるのよ。そうですか。ねえねえ、聞いた？スクールアイドル部のライブ入れない人がいるくらい人気なんだって。聞きました。だからこれまで以上にライブの回数も増やすそうです。なんだか本当にすごいね。もう何感心してるんですか？増やしくないんですか？もう先輩はのんきなんですから。このままスクールアイドル部を調子に乗らせてちゃダメです。でもすごいのはすごいから、それは認めなきゃ。そうだね、かなたちゃんもそこは認めるね。それより私たちには何ができるかってことをみんなと相談したいな。ええ、今のままでは同好会の存在が忘れられてしまいそうです。私たちにできること、ゲリラライブをもっと増やす。増やした方がいいよね。けどその前に、なんで部があんなに人気なのかをちゃんと考えてみようよ。かなたちゃんたちになくて向こうにあるもの、なんだと思う？設備、あとプロのサポート。舞台装置や演出にはびっくりしました。パフォーマンスのレベルにも驚いたな。なんだかもうどこをとってもパーフェクトって感じで。まあクオリティという意味ではすごいと思いますけど。毎回新しい歌が聴ける、すごいことだね。それは確かに、ライブがあったら行かなきゃって思うよね。私たちとの違い、上げ出したらキリがないな。かなたちゃんショックかも。でもそれでも私は同好会の活動の方がいいな。今のみんなのライブが大好きだよ。かすみもです。私も皆さんとのライブが大好きです。来てくれる人たちも大好きです。うん、みんなとつながってる感じが大好き。
かなたちゃんのわがまま聞いてくれるから大好き。なんといってもあなたがいるしね。ライブはこれでおしまい。でもモーマンだよな。すぐに次のライブをやるから、いい子で待ってなさい。バイバイ。カスミ、先輩の言いたいことなんとなくわかりますよ。確かにすごかったです。びっくりするくらい歌もダンスも上手になってました。でも本当のしずこのライブはもっともっと。先輩、かすみさん、見に来てくれたんですね。どうでしたか？私のソロパートほんの少しでしたが、自分でも完成度が高いパフォーマンスができたと思います。そうかな。そうだよ、見てたでしょ。私この調子でどんどん成長するから。かすみにはしずこの声あんまり届かなかったよ。え？どういう意味？声が小さかったってこと？そうじゃなくて、なんかうまく言えないけど、いつものしずこじゃなかったんだもん。ちゃんと言ってくれなきゃわからないよ。私は部ですごく頑張ったの。何度ももうダメって思ったけど食らいついたの。それなのにそんなあやふやな言葉でごまかさないで。かすみはしずこみたいにいろんな言葉知らないけど、しずこより分かってることがあるもん。次のゲリラライブ見に来て。しずこが分かってないことかすみが教えてあげるから。私が分かってない？私は私の答えを見つけたの。それが今日のライブだよ。それが違うって言ってるの。いいから見に来て。行くわけないでしょ。私は練習が忙しいの。いつかソロのステージができるように頑張らなきゃいけないんだよ。来るよ、しずこは来る。先輩、行きましょう。早く行くの。あ、ブデー頑張ります。私が分かってないこととか言っちゃって。私はここで掴んだんだよ。私の進んでる道は間違ってない。かすみさんはこの環境を知らないから、あんな風に言ってるだけだもん。しずく。あ、ミヤさん。今日の私のソロパートどうでしたか？次のライブに向けての課題を探したいんですが。ああ、あの曲。あれ、次からは歌わないから忘れて。え、どうしてですか？もっといい曲を作るから、あれはいらない。そんな。あら、しずくったらどうしたの？そんな悲しそうな顔して。いえ、その、今日ソロパートをいただいた曲は、もう歌わないと聞いたので、びっくりしてしまいまして。ああ、そのこと？まあ、うまんだよな。ミヤがとびきりの新曲を作ってくれるわ。後で聞かせるけど、いい感じの曲が上がってきたのよ。あのクオリティならパフォーマーの血が騒ぐと思うわ。あ、それデリートしたから
一晩いじってみたけど納得いかない。バズらない曲はいらないよ。それでもミヤさんの曲聴いてみたかったです。存在価値があるのは完璧なものだけ。まあミヤの好きにしたらいいわ。じゃ、そういうことだから。なんだかいろんなことのスケールが違う。この環境で活動することはやっぱり特別だよ。得られるものも大きいはず。私はここで頑張るんだから。次こそはもっとたくさんの人に見てもらおうね。監視委員なんかに負けませんよ。監視委員には偽情報を流す。それは任せてほしい。リナちゃんボード、うん。リナちゃん頼りになる。私、次のライブでは見に来てくれるみんなの前じゃなくてみんなの真ん中で歌ってみたいんだけど、できるかな？賛成。私みんなで輪になって歌いたい。それならかなたちゃんみんなの真ん中で寝ることになっちゃう？お姫様みたいでいいかも。私はみんなの顔がいっぱい見たい。近くに行きたい。来てくれた人全員を熱くさせたいです。カスミンはいつも通り最高に可愛いカスミンをみんなに見せてあげちゃいます。その言葉、スクールアイドルフェスティバルの時にも言ってたね。そんなことありません。あなたがそう言って背中を押してくれることが私たちにとっては支えなんです。そうだよ。あなたが味方でいてくれることが大事なの。うん、だから頑張れる。カナダちゃんたちが気持ちよくスクールアイドルできるのはあなたのおかげだから、見ててください先輩、私たちのステージ。先輩、しずこ来てますか？してないです。これは武者震いってやつですよ。だってやっとしずこにかすみんのライブを見せつけられるんですから。しずこに届けてきます。あとはついでにしずこのことキュンキュンさせちゃおうっと。じゃあ集まってくれたみんなと一緒に最高のライブを楽しんできます。先輩も一緒に盛り上がってくださいね。この間よりは集まってるみたい。よかった。でも部のライブとは比べ物にならないもん。やっぱりこの間かすみさんが言ってたことは負け惜しみだよ。かすみさん、わかってないんだよ。部の環境はすごいんだから。その中で研鑽を積むことが、どれだけ力になるのか。かすみさんにはわかってて、私にはわかってないことなんて、そんなの。はーい！みんな、お待たせしました！みんなのお姫様、かすみんでーす！今日は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のゲリラライブに来てくれてありがとう。
この前のライブにも来てくれてましたね。他にも見たことのある人が何人も。本当に本当にありがとうございます。ああ、初めましての人もいますね。かすみん大感激です。もうあなたの顔を覚えちゃったから、また来てくれないとかすみん泣いちゃいます。だから今日は次も絶対来たくなるようにかすみんが魔法をかけちゃいますよ。みんなみんな大好きです。みんなのために精一杯歌います。声を出して一緒に盛り上がってくださいね。それじゃあ最初の曲は、あ、今音が外れた。男子だってきっと今は私の方が上手いよ。さあ次の曲いきますよ。かすみんの魔法ちゃんと聞いてますか？部のやり方が間違ってるとは思わない。私だって上手くなったんだよ。できるようになったことたくさんあるの。それなのにどうしてこんな気持ちになるの？ありがとう！かすみ、みんなからの可愛いいっぱいもらっちゃったので、ますます可愛くなっちゃいました。うん、かすみさん可愛い、一番可愛いよ。かすみさんには分かってて、私には分からないことあるんだ。かすみさんってすごいな。ライブ中かすみさん以外見えなくなっちゃった。すぐそばにいるみたいで愛おしくて。かすみん可愛いでしょ？ほらほら、可愛いって言っていいんだよって心の声が丸聞こえだよ。もっと見て見て、かまってーって。ほんとわがままなんだから。応援しすぎて声が枯れちゃった。かすみさんの同好会のライブってすごい。でも、どうしてなんだろう。ついこの間まで、私もあの中にいたはずなのに、どうして私にはできないんだろう。どうして。いろいろ考えてたら眠れなかった。あれ？誰かいるみたい。こんなに早く誰だろう。おはようございます。おはよう。ミオさん、いつもこんなに早く来てるんですか？ I screwed up。 もうこんな時間か。また無駄な徹夜しちゃったよ。徹夜？帰ってないんですか？別にいいでしょ。それより雫も随分早いじゃん。ええ、まあ。顔色悪いね。寝てないの？いえ、その、ま、僕には関係ないことだから言わなくていいよ。練習するなら勝手にして。僕もうちょっと作業するから。少し見学してもいいですか？好きにすれば。毎日こんな大量のデータをチェックしてるんですか？
ごいです。Of course。こんなのできて当然。僕がすごいのも当然。これだけの情報があるから、ミヤさんの曲はヒットするんですね。それはノーだね。僕の元に来る情報なんて、ジャンクなものばっかだから。え？それなら、なぜ集めてるんですか？匂いを嗅ぎ取るため。匂い？売れてるもののデータを集めて分析すれば、いいものが作れると思ってるんだろうけど、それなら誰だってできる。データはあくまで結果の数値化だよ。その中身は大体がジャンク。ジャンクの中から本当に使えるものを見つけることができなければ、いくらデータを集めたところで意味がない。だけど、実際価値のあるものは少ない。It's like looking for a needle in a haystack. 干し草の中から針を探すって合ってます？そう。雫、国際交流学科だっけ？ちゃんと勉強してるじゃん。ありがとうございます。その針を探すために少しでも多くの情報を集めてるんだよ。僕はそこら辺に転がってるデータを分析して曲作りをしているマーケターとは違う。データの中から匂いを嗅ぎ取って、それをベースにインスピレーションで曲を作るクリエイターだよ。そんな僕の曲を歌えるんだから感謝してほしいね。あら、二人とも早いわね。でも、ちょうどよかった。あ、ランジュさん、おはようございます。おはよう、しずく。ミア、例の曲、調整できてる？そんなもん、とっくの昔にできてるよ。じゃあ、流して。どうかしら。これ次の曲ですか？あなたのためのね。はい、こっちは振り付けや演出プランの資料よ。私の？カリンも愛も素晴らしいと思うけど、私は演劇経験者のあなたが一番このスクールアイドル部のコンセプトに合ってると思ってるの。演出家たちとも話し合った結果よ。私たちのイメージを完璧に再現してちょうだい。期待してるわ。で、曲の感想は？素晴らしいです。最高の曲に最高の演出プラン、火の打ちどころがないです。 Naturally、 当然だね。なのにどうして、どうしてかすみさんのライブを見た時のような感動がないの？どうして心に響かないの？私のためにこの曲を作ってくれたんですか？っていうか、雫のための曲になったってこと。今の流行り、この学園の生徒たちの好みのデータから生まれたものが雫の特性にマッチしたってことだよ。ミア、これが完成するまでに30曲もボツにしてるの。ほんとすごいこだわりよね。そんなにボツにしたっけ？バズりそうもない曲なんて覚えてないよ。私はどうやって歌えばいいんですか？この曲のストーリーと表現したいテーマは渡した資料に書いてあるわ。そこから解釈を広げて自分の世界を作る。雫が一番得意なことでしょ？得意？はい、そうですね。次のライブでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみにしてるわ。ありがとうございます。頑張ります。ストーリーもテーマも理解できる。それに合った素敵な曲だと思う。私が上手にできそうで、見る人が喜んでくれそうな雰囲気もすごくある。何も間違っていない。プロがプロとして、
最高の仕事をして、最後に私に託してくれた。パフォーマーとして、それを最高の形で披露して、見る人に喜んでもらう。このやり方って、正しいよね。私が愛する舞台だって、きっと、こういう風に作られてるもん。昨日までの私だったら、どう表現しようって、ワクワクしてただろうな。けど、今はあの、かすみさんのステージが頭から離れない。私はこの曲を、どう表現したらいいの？先輩、突然呼び出してしまってすみません。部の一員である私が、こんなことを聞くのは正直どうかとも思うのですが、力を貸していただけませんか？ありがとうございます。私、今いろいろと混乱してしまって、おかしな質問になってしまうかもしれませんが、先輩は、どんな風に曲を作るんですか？そこを、もう少し具体的にお願いします。ミヤさんのように、何か参考にしているものとかあるんでしょうか？はい、そうですね。ええ、かすみさんって本当にまっすぐです。そうでしょうか。もらえるのは嬉しいのですが、今日は曲作りの話を聞きたくて。先輩、そうです、先輩は私の話、私のやりたいことをいっぱい聞いてくれました。先輩、これってインタビューですか？一緒に曲作りをしようってお願いしたのに、私のことばかり聞くんですもん。でも私、まだうまく言葉にできなくて、あれでわかりました？もう、それは曲にしないでください。先輩、一つだけあるんです。今、はっきりしてること。これだけは絶対にブレない気持ちです。私を応援してくれている人の先輩の気持ちに私の全てで応えたい。先輩は私の曖昧な言葉も受け止めてくれましたね。先輩は本当に私のことを思って曲を作ってくれました。ううん、すっごく嬉しいです。先輩、ありがとうございます。私、分かってきた気がします。かすみさんのライブを見た時のたまらない感覚、そういうことだったのかもしれません。一緒に楽しむってこと。かすみさんはかすみさんの思いをまっすぐにぶつけてきて、
私はそれを見てたまらない気持ちになって一生懸命応援しました。そんな私を見たかすみさんも嬉しそうでした。同じなんですね。だって私も先輩やかすみさんや見てくれているみんなから声援をもらうと嬉しいから。私の曲にも私自身にもあったんですよ。曲を通して私が伝えたい気持ち、受け取ってもらいたい思い、そしてそれを受け取ったみんなの声、みんなで作り上げていきたい私の世界、表現はスクールアイドル同好会の表現はただ演じるだけじゃなかったんですね。先輩が、応援してくれるみんながいてくれて、一緒にステージを作るからできる表現、それが私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のパフォーマンスなんです。私のステージどうでしたか？完璧よ。スクールアイドル部にふさわしいパフォーマンスだったわ。まあ及第点かな。僕の曲を歌うならあれくらいはしてもらわないと。もうミアも絶賛してるくせに。絶賛ってほどじゃない、ほどじゃないけど悪くはなかった。僕の作った曲が無駄にならなくてよかったよ。男児のスクールアイドル部の世界が広がってきたのを感じるわ。アイもカリンも成長してるし、これからはランジュとのデュエットなんかもあるかもしれないわね。デュエットか。 That sounds interesting。 考えてみる。もう見合ったらインタレスティンじゃなくてエキサイティンでしょ。とにかくいいライブだったわ。この調子で頑張ってちょうだい。次のパフォーマンスが楽しみだわ。ありがとうございます。お二人には本当に心から感謝しています。最高の環境、最高の曲、最高のステージを与えてくれてありがとうございます。雫にはそれだけの価値があるってことよ。スクールアイドル部に入って本当に良かったです。お二人の熱意にどれだけ刺激を受けたか分かりません。ここに来なければ気づけないこともありました。自分で言うのもおこがましいのですが、部のおかげで今までにない成長ができたと思います。あなたは正しい判断をしたのよ。部に来て正解だったでしょ。ランジュさん、次のパフォーマンスが楽しみと言ってくれましたね。ええ、もちろんよ。ではこれから見てもらえないでしょうか。私の全部を詰め込んだ歌を歌います。それじゃあ最後はかなたちゃんだよ。まだまだ休ませないから、みんなお目目パッチリでついてきてね。ゲリラライブいい調子です。うん、見に来てくれてる人の数もだんだん増えてるよね。増えてるよ。それにとっても楽しんでくれてるみたい。はい、ファンのみんなとの強い絆を感じます。前回の口コミで来てくれた人が多いみたい。ゲリラライブ作戦成功。リナちゃんボード、ブイブイ。このまま頑張ってもっとたくさんの人に私たちの歌を届けたいね。にひひ、スクールアイドル部が黙っていられなくなる時が楽しみです。え、どういうことですか？見てればわかる。え、なになに、リナ子はわかってるの？二人の秘密なんてずるいよ、教えて。もう先輩の意地悪。
しかった。みんな乗ってくれて、かなたちゃんご機嫌。さあ、すべての曲を終えたことですし、見に来てくれた方々に挨拶をしに行きましょう。みんな歌い終わったよね。サプライズ。あれってしずこ？皆さんこんにちは、大阪しずくです。私は演劇が大好きで、表現が大好きで、まるでお芝居を見ているような、そんなステージを作りたいと思っていました。私自身が物語のヒロインになって、みんなに最高の物語を届けたい、そう思いながらずっとやってきました。でも私、わかったんです。私はただ物語のヒロインになりたかったわけじゃないって。私はあなたのヒロインになりたいんです。いけるよ。聞いてください、私の思いを。そして聞かせてください、あなたの心を。あなたの理想のヒロイン。ありがとうございます。しずくちゃん、私期待していいの？同好会に戻ってきてくれるの？あの、皆さんが許してくれるならですが、私同好会に戻りたいです。もう水臭い言い方しないでよ。もちろん大歓迎。おかえりしずくちゃん。こんな素敵なサプライズ、いつから用意していたんですか？それならそうと教えてくれればいいのに。びっくりしちゃったよ。ゲリラライブも成功したし、しずくちゃんも戻ってきてくれたし、お祝いしない？いいね、やろうよ。ファミレス行こう。ドリンクバーで新しい組み合わせを発見したから、しずくちゃんに作ってあげる。どんな組み合わせ？和洋中のコラボドリンク。味の想像がつかないな。待ってください。かすみさん、ごめんなさい。やだ。それでいいよ。だって私ひどかったもん。かすみさんの言ってること正しかった。私、自分が分かってないってことも分からなかったんだ。分からないことが分からなくて、でもなんだかモヤモヤだけがあって、かすみさんの言うこと全然聞かなかった。そうだよね、しずこは全然分かってなかった。うん、でもね、かすみさんのおかげで分かったんだ。かすみさんにはあって、私にはないもの。それを見せてあげるって言ったよね。そのライブで教えてもらった。かすみさんのライブ、すごかった。私、応援なんてするもんかって思って見てたんだけど、いつの間にか引き込まれて、気がついたら声が枯れてたよ。全身で私に語りかけてくれたよね。声が聞こえたよ。私のライブでは聞こえないって言ってた声って、あのことなんだよね。かすみさんのライブでは聞こえたの。今日、かすみんはしずこの声、
聞こえたけど。え？だから聞こえたって言ってるの。カスミンが大好きなしずこのライブだった。カスミさん、うわぁ、なに苦しいってば。歌ってる時のカスミさん、すごく可愛い。目が離せないよ。あ、当たり前でしょ、カスミも可愛いの。やっぱりまた仲良しに戻りたい。私のこと許してほしい。じゃあまた小テストの対策付き合ってくれる？うん、また古典のお話してあげる。教えてもらったこと忘れても怒らない？それは怒る。怒っちゃやだ。よかった。リナさん、リナさんにも心配をかけてごめんなさい。すっごくすっごく不安だったんだよ。カスミもごめんね。もうこんなのやだよ。みんな仲良しがいい。うん、これからは意地を張ったりしないようにする。だから仲良しでいさせて。約束ね。リナコ、しずこ、苦しい。リナちゃんボート、ギュムム。もう心配ないね。うん、美しい友情だね。いつもの3人に戻って本当によかった。じゃあ改めてお祝いに行きましょう。なんでよ、なんでなのよ。ナンジュのこと好きって、部に入ってよかったって言ってたのに。最高の環境で最高の曲をあげたのに。こうなったらもっと見せつけてあげるわ。ランジュが、部が優れているってことを。ミア、次のライブ、全部新曲で行くわよ。ランジュたちのクオリティを見せつけるの。ミア、聞いてる？ああ、何？もう、ランジュの話を聞きなさい。やだよ、思考に余計なノイズを入れたくない。ランジュがノイズ？そんなわけないでしょ。ああ、もううるさい。ただでさえ、今頭がパンクしそうなんだ。後にして。あら、もしかして新曲のアイデアが湧いたの？そういうことならランジュはしおりこのところに行くわ。作曲頑張ってね。バイバイ。はぁ、理解できない。あんなお遊びみたいなライブ、いつもなら記憶に残らないのに。なんで、頭の中でリピートしてるんだろう。シェット。こんなのは、ノイズだ。